ただいまから平成31年津幡町議会3月会議を再開いたします。本日の出席議員数は定数16人中16人であります。よって会議の定数数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。本日再開の3月会議の会議期間は、会議日程表のとおり、本日から3月13日までの10日間といたします。本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本3月会議の会議録署名議員は、津幡町議会会議規則第127条の規定により、議長において3番、井上慎太郎議員、4番、八十島隆議員を指名いたします。日程第2、諸般の報告をいたします。本3月会議に説明のため、地方自治法第121条第1項の規定により、出席を求めた者の職、氏名はお手元に配布のとおりでありますので、ご了承願います。次に、本日までに受理した請願第1号から請願第5号まで、および陳情第1号は、津幡町議会会議規則第91条、第92条および第95条の規定により、それぞれ所管の常任委員会に付託しましたので、ご報告いたします。次に、町長から地方自治法第180条第2項の規定による報告第2号、専決処分の報告について、請負契約の締結についての議決の一部変更について、町道竹橋大坪線道路改良工事その2、道整備の報告がありました。お手元に配布しておきましたので、ご了承願います。次に、監査委員から地方自治法第235条の2、第3項の規定による平成30年12月分および平成31年1月分に関する例月水道検査の結果報告がありました。写しをお手元に配布しておきましたので、ご了承願います。以上をもって、諸般の報告を終わります。日程第3、議案上程の件を議題とし、議案第4号から議案第41号までを一括上程いたします。これより、町長に提案理由の説明を求めます。矢田町長。本日ここに平成31年津幡町議会3月会議が開かれるにあたり、提出議案の説明に先立ちまして、調整運営に対する私の基本的考え方と平成31年度当初予算編成の基本方針およびその概要並びに重点施策につきましてご説明をさせていただきます。なお、新しい元号が未定のため、便宜上、平成31年5月以降につきましても、
平成の元号を使わせていただきますので、ご理解をお願いいたします。最初に、議会1月会議以降の調整の概況につきまして、ご報告いたします。平成31年の冬は、北海道でマイナス30度を下回る気温が観測され、これまでの最低気温の記録を更新するという日もありましたが、全体的には昨年の冬とは打って変わり、雪の影響もほとんどなく、非常に穏やかな天候でございました。津幡町では一部山間部での除雪を実施いたしましたが、平野部での除雪は現在まで行っておりません。3月に入り、雪の心配は一区切りかとも思われますが、まだしばらくは注意するよう指示をしているところでございます。さて、1月12日から明治150年記念企画展を津幡ふるさと歴史館歴史にて開催しております。テーマを明治の歩み、つなぐ、伝えるとしまして、1868年の明治維新から150年、津幡の変革の様子をさまざまな資料からご覧になれます。3月24日まで開催いたしておりますので、ぜひ議員の皆様もご覧になっていただければと思います。2月6日、石川歴史遺産に選定されました本町栗川峠のストーリー、いにしえの記憶をたどる道、栗川峠の認定証交付式が県庁で行われ、出席してまいりました。石川歴史遺産は、世代を超えて受け継がれている歴史、伝承、風習や有形無形の文化財を関連づけ、その魅力を分かりやすくまとめたストーリーを、県が認定するもので、町といたしましては、この認定を全国に発信し、大河ドラマ誘致の追い風にしてまいりたいと思っているところでございます。さて、昨年の議会3月会議でもご紹介いたしましたが、津幡町の四つ子の赤ちゃんが2歳の誕生日を迎えたということで、2月10日にその元気な姿を拝見してまいりました。本年5月から新しい元号となるわけでございますが、新しい時代を担っていくこの子たちに、元気な津幡、ふるさと津幡を引き継いでいく責任をかみしめた次第でございます。今後も4人のお子さんの健やかな成長を願うとともに、津幡町のすべての子どもたちの明るい未来を心から願うものでございます。それでは、町政運営に対する私の基本的考え方と、平成31年度当初予算編成の基本方針と、その概要につきまして述べさせていただきます。日本経済はアベノミクス効果により、これまで最長であった2002年から2008年までのいわゆるイザナミ景気を超える長さの景気回復が続いていると発表されております。しかしながら、米中貿易摩擦などを背景に、依然として国際情勢は変動が著しく、先行きは不透明な状況となっております。また、人生100年時代と言われる一方、急速な人口減少、少子高齢化が進行する中で、働き手不足は一層深刻化しております。加えて、喫緊の課題である年金、医療、介護をはじめとする持続可能な社会保障制度の確立は急務となっており、また、多くの自治体が消滅するという衝撃的な危機が予測されている中、地域の活性化と地方創生の取り組み、さらには毎年のように全国各地で発生しております自然災害など、多岐にわたる諸課題への対応が求められております。津幡町におきましても、国や県の施策、方向性を的確に捉え、町として最大限の効果が得られる施策を実施、
実行し、繊細かつ大胆に諸課題に対応していかなければなりません。まず私の町政運営に対する基本的な考え方は、これまでも申し上げてまいりましたが、大きく2つの柱で推し進めているところでございます。一つは30年50年後を見据えたこの世代、孫の世代のためのまちづくり、そしてもう一つが心豊かに今を暮らすためのまちづくりでございます。昨年の議会6月会議におきまして、町長3期目の所信を述べさせていただき、その中で今期はこれまで着実に進めてまいりました各種の政策をまさに形として実現させていく、そんな4年間にしたいと申し上げたところでございます。新元号の元年ともなります平成31年度は、飛躍する津幡町、未来の津幡町に向けてのスタート元年と位置づけ、各種事業のスタートを切ってまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げる次第でございます。そのスタートとなる平成31年度は、いよいよ役場新庁舎の建設に着手いたします。新庁舎は鉄筋コンクリート、一部鉄骨造り4階建て、延べ床面積は約5090平方メートルで、騒音低減と工期の短縮を図るため、プレキャストコンクリート工法により、本年7月に着工、平成32年12月に完成、平成33年1月の仕事始めの業務開始を目指しております。本年4月1日から総務部管理課内に、庁舎整備推進室を設置し、建設整備等にかかる業務を専門的に行い、その対応に万全を期すこととしております。次に、交流人口の増加を図り、元気なまちづくりに資する事業として進めております、体験型観光交流公園の整備につきましては、現在、公園へのアクセス道路となる、町道竹の橋大坪線道路改良工事を行っております。平成31年度は、いよいよ同公園の名所にと位置づける、もみじ山予定地にもみじの木を植樹いたします。津幡丘陵公園内、臨時排雪場の後方で育てております、1メートル以上に成長したもみじを順次移植してまいります。合わせまして現在、アンズの実を使った特産品の開発を進めておりますが、そのアンズの木の栽培を促進するための業務委託も行うことといたします。すでに何度かアンズの実を使ったお菓子の試作品を試食いたしました。どんなアンズの特産品が誕生するのか楽しみにしているところでございます。次に、活力あるまちづくりに向けての重要施策であります、企業誘致に関しましては、ご承知のとおり、大坪地区に新たな工場用地を造成中でございます。全体面積は3万782平方メートルで、4区画を造成し、平成31年度中の完成、平成32年4月1日から分譲開始を予定しているところでございます。次に、河合谷小中学校の校舎跡地での宿泊体験交流施設の整備計画については、現在、河合谷宿泊体験交流施設整備委員会におきまして、基本構想の検討を進めていただいているところでございます。平成31年度では、自主設計および旧河合谷小中学校校舎の解体撤去を行うこととしております。河合谷地区には、豊かな自然の中に観光スポットとなっております大滝公園や山と清流がもたらす自然豊かな食材といった
貴重な地域資源が数多くあります。これらを生かした体験活動プログラムを作成し、特色ある宿泊体験を提供してまいりたいと考えております。建設にあたりましては、第8次津幡町辺地総合計画でお示ししているとおり、辺地対策事業債を活用してまいります。次に、住吉公園内で整備を進める屋内温水プールにつきましては、いよいよ新年度に測量基本設計を行ってまいります。社会資本整備総合交付金を活用し、屋内温水プール建設を含めた公園全体を再整備する都市公園整備事業として実施いたします。このプールが町民の皆様の心豊かに元気で暮らしていくための交流の場となり、また健康づくりの拠点となりますことを目指し、整備を進めてまいります。次に、IR 石川鉄道津幡駅東口の整備と新駅設置については、町の活性化、定住人口、交流人口の増加を図るために、最も重要で中心的施策と捉えております。先ほども申し上げましたが、多くの自治体が消滅していくという警鐘がある中、30年後、50年後、さらには100年後を見据えたまちづくりに真剣に、そして 大胆に取り組まなければなりません。津幡町は古くから加賀、能登、越中の分岐点に位置する交通の要衝であり、現在は鉄道で IR 石川鉄道や JR 七尾線、道路では国道8号、159号が交差するなど、交通の利便性が非常に高い町であります。その津幡町の大きな強み、魅力を生かし、さらなる活用を図ることが、町の発展の大きな鍵となると考えており、駅周辺の整備と新駅の設置はその中心となる取り組みでございます。昨年の10月、町区長会の一泊研修に私も参加いたしました。その時に訪問いたしましたのが、長野県坂城町でございます。この地域では、新幹線開通に伴い、平成9年に第三セクター信濃鉄道が開業し、在来線の運営を引き継いでおります。そして、平成11年に新駅、テクノ坂城駅が、町民の方々の強い要望により設置されたものでございます。坂城町では、昭和59年に地域住民の要望として、新駅建設の署名が町と議会に提出されてから約15年、町を挙げての活動が実を結んだもので、当時の取り組みと経過についてお話をお伺いすることができました。本庁では昨年の5月22日に、関係の住民組織代表の方々などで構成する規制同盟会が発足いたしました。この規制同盟会を核として、町民の皆様の強い思いをさらに結集し、津幡駅東口の整備、並びに新駅の設置の実現につなげてまいりたいと考えております。今後はこの規制同盟会では、IR 石川鉄道への要望書提出をはじめ、関係機関に働きかけを行ってまいりたいと考えておるところでございます。次に、平成29年、議会6月会議において、一般質問で答弁をいたしました私学誘致の推進についてでございます。本年2月、議会全員協議会で学校法人稲沖学園、金沢青陵大学が本町南中条及び北中条地内に大学のスポーツ施設などを整備する意向であることをご報告申し上げました。本庁といたしましても、大学の拠点施設が整備されることで、若い世代を中心に町の交流人口の増加や、
地域経済の活性化に大きな効果が期待できるほか、官学連携を推進することで、町の施策に新しい広がりも見せることになると大いに期待をしているところでございます。町では平成31年4月から産業建設部都市建設課内に大学誘致推進室を設置し、金沢青陵大学当局と連携して大学施設の立地に向けて支援協力していくことといたしております。町民の豊かな暮らしのための施策につきましては、後ほど重点施策の主な取り組みの中で申し上げますが、子育て支援や教育環境の整備、地域活性化対策、各種の福祉サービスといった暮らしに直接結びつく取り組みをきめ細やかに、そして効果的に行っていくこととしております。今後も第5次津幡町総合計画に掲げた住んでみたい、ずっと住みたいふるさと津幡を積極的に、そして丁寧確実に推進してまいりますので、議員各位の一層のご指導と力添えをお願い申し上げる次第でございます。それでは平成31年度当初予算編成概要につきましてご説明いたします。平成31年度津幡町一般会計当初予算案は137億8800万円で、前年度当初予算と比べ 9.4%、 11億8800万円の大幅な増額予算となっております。大幅な増額となる主な要因といたしましては、これまで町の主要事業として計画し、たびたびご説明申し上げてまいりました新役場庁舎等建設事業や、河合谷宿泊体験交流施設整備事業の具体的着手、さらに屋内温水プールの建設を含めた住吉公園整備事業の本格的着工に向けた測量基本設計の予算を計上したことが挙げられます。加えまして、多くの町民の方に利用されております文化会館シグナスの超寿命化大規模改修事業や、石川家屋農業協同組合による新ライスセンター建設事業への補助金、さらに町道竹の橋大坪線改良事業や、町道加賀爪18号線の住之江橋超寿命化補修事業など、予算規模の大きい普通建設事業が集中したことによるものでございます。また特別会計では、全7つの特別会計の総額で約1億3720万円、2.2% の増となる63億9024万7000円を計上、さらに事業会計につきましては、3会計の合計で約2億6284万円、4.6% の減となる55億1323万8000円を計上いたしております。各会計ごとに増額になるものと減額になるものがありますが、全11会計で総額256億9148万5000円、前年度当初予算との比較で10億6235万9000円、4.3% の増となっております。まず、平成31年度一般会計当初予算案につきまして、その主な事業をご説明いたします。まず、ハード事業では、総務費の新庁舎整備及び福祉センター改築事業に3億7408万円、民生費の津幡小学校区放課後児童健全育成施設整備事業に2851万円、農林水産業費の水田営農体制確立事業といたしまして、
石川河北農業協同組合が実施する新ライスセンター建設事業への補助金で7億2786万円、これは国から県を通して交付される補助金6億7500万円が地元自治体経由で交付されることから、予算としては大きな額となっておりますが、町の負担は5286万円となるものでございます。さらに、商工費の返地対策事業による河合谷宿泊体験交流施設設計費、および旧校舎解体費に1億557万円、土木費の社会資本整備総合交付金、防災安全による町道かがつめ18号線の住之江橋橋梁長寿命化補修事業に8821万円、屋内温水プール整備計画を含めた住吉公園整備事業に2846万円、体験型観光交流公園の幹線道路となる町道竹の橋大坪線改良事業に1億3966万円、返地対策事業による町道菩提寺1号線改良事業に5000万円、町道小野瀬線道路改良事業に4600万円、消防費の救助工作者更新事業に9518万円、教育費の文化会館シグナスの大ホール大規模改修事業に2億3700万円など、新規事業、計画決定済み事業ともに、緊急度の高い事業に予算を計上し、安全に安心して暮らせる環境づくりに配慮いたしました。一方、ソフト事業につきましては、国の消費増税対応として、低所得者世帯と3歳未満児がいる世帯を対象としたプレミアム付き商品券交付事業をはじめ、町単独による小学校英語教育充実に向けた指導員の増員や、小学校低学年の複式事業解消のための臨時講師の配置、医療行為によるより免疫を消失した児童へのワクチン接種費用助成や、子ども医療給付費対象年齢の18歳引き上げなどを実施するほか、年々利用者が増えております定住促進事業につきまして予算を増額するとともに、学童保育施設では城南小学校区で新たに1施設増設となる16施設で運営を行うことになるため、運営費を増額するなど町の定住人口拡大や子育て支援の充実に一層取り組んでまいります。またこれまで進めてまいりました大河ドラマ誘致関連事業や科学の町津幡関連事業なども引き続き取り組み、元気で活気あふれる町づくり、住んでよかったと実感できる町づくりを目指していく所存でございます。歳入につきましては町税のうち町たばこ税以外すべて増額を見込んでおります。町民税で 0.4%、 831万9000円増の20億7533万9000円を計上したほか、固定資産税では家屋の新増築による増を見込み 1.7%、 2769万4000円増の16億5256万円を計上いたしました。町税全体では前年度当初予算比 1.0%、 4152万3000円増の41億6465万円とし、津幡町の当初予算といたしましては過去最高の予算計上額となっております。地方交付税につきましては地方財政計画の中では 1.1% 増となっているところ、当庁の交付税参入対象となる町債残高が減少していることなどを勘案し、前年度当初予算比 0.9%、
3000万円の増となる32億9000万円を見込んでおります。調査は新庁舎等建設事業に2億9370万円、石川家屋農業協同組合が実施する新ライスセンター建設事業補助金に3960万円、河合谷宿泊体験交流施設整備事業に1億550万円、文化会館長寿命化大規模改修事業に2億1330万円を充当するほか、各種道路、橋梁、整備事業に1億9350万円、実質的な普通地方交付税である臨時財政対策債に4億円を見込み、総額で前年度比 54.5%、4億9100万円の大幅増となる13億9150万円を計上いたしております。調査の予算額は大幅な増となっておりますが、その発行に際しましては、地方交付税参入があるものを最優先することとするとともに、発行額を各年度の償還元金以内とするシーリングは堅持しており、当然のことながら財政の健全化にも配慮したものでございます。特別会計では、国民健康保険特別会計の国保税算定において、県の示す標準算定方式を基本に、資産割の廃止や低所得者層への配慮をした付加方式をするなどの変更を予定しておりますが、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計とともに給付の増が見込まれることから、増額予算としております。さらに、上大田区簡易水道施設の改修を行う簡易水道事業特別会計や、車両更新を行うバス事業会計特別会計などでも増額となる一方、前年度で無停電電源装置の改修が終了いたしましたケーブルテレビ事業特別会計では減額となっており、それぞれの目的に応じた特別会計の事情を勘案し、予算を計上いたしております。事業会計につきましては、河北中央病院事業会計では、医療機器購入費に2000万円を計上して、医療設備の向上を図ることとしております。水道事業会計では、第8次拡張事業や老朽管更新事業費、また下水道事業会計では、浄化センターの汚泥濃縮等設備や、水処理施設の電気機械設備の更新など、それぞれの会計で計画的に事業を実施するための予算を計上いたしております。一般会計、特別会計、事業会計、それぞれの予算編成におきまして、国、県からの補助、交付金など、極力有利な財源を選択するとともに、各種特定目的基金も活用しながら対応しております。さらに、特別会計への繰出金、事業会計への補助、負担金等に要する費用を含めた一般会計の財源不足につきましては、財政調整基金の繰り入れで調整をしているところでございます。財政調整基金の平成30年度末残高は約7億円程度と見込み、平成31年度一般会計当初予算では、4億3000万円の繰り入れを計上しております。今後の安定した財政運営のためにも、執行に際しましては、さらなる財源の創出や経費節減を図り、財政調整基金の繰り入れ額削減に努めたいと存じます。次に、平成31年度重点施策の主なものにつきまして、具体的に説明してまいります。最初に総務関係、そして安全安心に関する施策でございます。
まずいよいよ着工となります役場新庁舎の整備につきましては、総務部管理課内に庁舎整備推進室を設置いたします。本年7月着工、平成33年1月4日の業務開始に向けまして万全を期するため組織体制を整えるものでございます。防災に関しましては津幡町洪水ハザードマップを更新作成いたします。現在のハザードマップは平成21年3月に作成されたもので、想定最大降雨量は降雨量を50年から100年確率としておりますが、新たに作成するものは1000年確率といたしまして、浸水想定区域等の見直しを行うことといたしております。また広報の取り組みといたしましては、新たに広報特集を起用したケーブルテレビ番組を制作し、町の魅力を発信してまいりたいと考えております。次に福祉関係施策でございます。国の消費税率引き上げに伴う対策事業といたしまして、低所得者子育て世帯への経済的負担緩和を図るため、プレミアム付き商品券交付事業を実施いたします。町民税非課税の方と3歳未満の子を持つ世帯主を対象に2万5000円分の商品券を2万円で販売するものでございます。次に産後の退院直後の母子を対象に津幡町産後ケア事業を実施してまいります。心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができるよう支援をしてまいります。また新たに特別の理由による任意予防接種費助成事業を実施いたします。その事業概要は小児がん治療その他の理由によりすでに受けた予防接種の免疫効果に期待ができなくなった場合などに再度予防接種を受ける際の費用を助成するもので、疾病の発生を防止し経済的負担の軽減を図るものでございます。次に放課後児童健全育成事業では、本年4月から新たに城南小学校区に1施設を追加設置し運営を開始するほか、津幡小学校区には既存の賃貸施設に変えて新たに新施設を整備することといたします。保育園運営におきましては寺尾保育園で新たに病後児保育を開始いたします。子ども医療給付費では助成対象年齢を現在の15歳から18歳到達年度末までに拡大いたします。次に産業建設関係施策でございます。道路橋梁整備にかかる施策につきましては、社会資本整備総合交付金や地方創生道整備推進交付金、辺地対策事業債などを最大限に活用しているところでございます。通学路安全対策といたしましては、町通学路交通安全プログラムにより実施いたしました合同点検結果に基づき、町道太田29号線などの安全対策を行ってまいります。また辺地対象事業では町道菩提寺1号線町道竹の橋栗から線などの道路改良事業について整備を進め、地域の利便性安全性活性化を確保してまいります。町道整備事業では公共施設等適正管理推進事業で町道太田船橋線や小35号線で舗装修繕を行うほか、引き続き町道小野瀬線や体験型観光交流公園のアクセス道路となる町道竹の橋大坪線などの道路改良事業を着実に進めてまいります。橋梁補修事業といたしましては、町道加賀爪18号線住之江橋の長寿命化を図ってまいります。
除雪対策といたしまして、凍結防止剤散布車1台を更新いたします。都市計画施策といたしましては、防災意識を高め、災害の未然防止や被害の軽減を図ることを目的に、大規模盛土造成地マップを作成することといたします。また、市街地幹線道路である本津畑横浜線ガイル事業を引き続き進めてまいります。密集市街地である本地域の交通の円滑化と歩行者の安全確保、都市防災機能の向上を図ることといたします。そして、屋内温水プールの整備につきましては、住吉公園整備事業費として、プールを含めた公園整備に向けた基本設計、測量を行ってまいります。次に農業振興施策でございます。体験型観光交流公園費といたしましては、アクセス道路の町道竹野橋大坪線の整備に加え、同公園の名所にと位置づけるもみじ山予定地に、もみじの植樹を開始いたします。また、将来、同公園での植樹を予定しております、あんずの栽培を促進するための業務委託も行うこととしております。新規事業といたしまして、石川家屋農業協同組合が実施する新ライスセンター整備に対し、補助金を交付する水田営農体制確立事業を行います。この施設は平成31年4月着工、平成32年3月完成予定とのことでございます。都市改良施設維持管理適正化事業では、片畑北第4排水機場を整備してまいります。また、農村総合整備事業費、体質強化型といたしまして、三門地内の農業用用水路の整備を行ってまいります。変地対策事業では、導水管420メートルの敷設替えを行う牛首地区飲用水供給施設整備事業を実施してまいります。次に、河合谷宿泊体験交流施設整備事業でございますが、事業年度を平成31年度から2カ年とし、本年度は実施設計及び旧河合谷小中学校校舎の解体撤去を行うことといたしております。次に、環境水道施設についてでございます。環境保全対策といたしまして、危険空き家除却等支援補助金の活用を図り、危険空き家の撤去を進めてまいります。平成31年度は4件の活用が見込まれております。町といたしましては、今後も地域の皆様と連携をしながら、こうした空き家対策に取り組み、住環境の保全に努めてまいりたいと考えております。水道整備では、引き続き中須賀中橋地内で第8次拡張事業を行います。加賀爪下谷田地内では、老朽管更新事業を、明神井の川地地内では、下水道事業に伴う排水管敷設替え事業を実施してまいります。下水道事業におきましては、引き続き拡張事業のほか、浄化センターの電気・機械設備の更新工事などを行うことといたしております。上下水道官民連携事業につきましては、検討委員会を設置し、専門的かつ具体的な検討を行うことにしております。次に、消防関係施策についてでございますが、防火水槽設置事業では、新たに大田地内に40トン級の耐震性防火水槽を設置し、消防水路の確保を行ってまいります。また、消防庁舎改修事業といたしまして、老朽化した消防庁舎の防水工事を引き続き行ってまいります。また、消防車両整備事業では、購入から18年が経過した救助工作車を更新整備することといたしております。消防力のさらなる充実強化を図ってまいります。
次に教育関係施策についてでございます。科学の町津幡の推進では引き続きプログラミング教育を充実させることといたしております。 WRO 用の備品を充実させるとともに、平成31年度も中学生に加え小学生を対象とした講座を実施することとしております。学校教育推進の施策といたしまして、英語教育の推進を図るため語学指導の充実を図ります。平成30年度に ALT を1人増員したところでございますが、さらなる指導体制の充実を進めるため平成31年度は語学指導協力員を1人増員してまいります。次に学校施設の整備といたしまして、平成30年度から2か年での策定としております。学校施設長寿命化計画をまとめることとしております。また昨年着手いたしました小中学校空調設備整備事業は本年7月からの稼働に向け最優先で進めております。小中学校情報教育推進事業では学習用パソコンの更新を行います。最新の情報機器が使用できる環境を整備してまいります。また小規模校における福祉機事業解消のため町が独自に臨時講師を配置いたします。さらに教員の多忙化改善を図る外部人員の配置を進めるほか、保健室登校の児童生徒に対応するための学校生活指導員を配置していくこととしております。次に障害学習関連事業では、津幡ふるさと歴史館歴史るにおいて社会人相撲選手権大会50年の歩み等の企画展を行ってまいります。文化会館シグナスにおきましてはホール音響設備などの長寿命化大規模改修を行います。安全安心の施設管理のもと、今後も利用者の皆様に充実したサービスを提供してまいります。スポーツ振興事業につきおきましては、総合体育館2階のトイレを用便器に改修する工事を行います。また、同体育館に設置のトランポリン2台を更新いたします。津幡運動公園におきましても、体育館内と野球場横のトイレを用便器に回収することとしております。引き続きスポーツ施設の適切な維持管理とスポーツ環境の充実に努めていくものでございます。次に河北中央病院事業の施策でございます。河北中央病院では地域医療のさらなる充実を図るため病院改革プランに基づき、これまで入線外来の開設や訪問リハビリテーションを開始するなど、さまざまな取り組みを進めてまいりました。入院患者数、外来患者数、病床利用率など、いずれも着実に増加してきており、その役割は一層重要になってきております。今後も地域医療を支える拠点病院としての責任を果たしてまいりたいと考えております。平成31年度は、新たに心電、呼吸、SPO2 送信機、ベッドパンウォッシャー、入院患者用電動ベッドなどの医療機器を購入いたします。以上、平成31年度の重点施策について概要をご説明いたしました。それでは3月会議に提案いたしました平成31年度の当初予算案並びに平成30年度の補正予算案ほか諸議案につきまして順を追ってその概要を説明いたします。議案第4号平成31年度津幡町一般会計予算について、歳入歳出予算総額は137億8800万円で、その概要は今ほどの平成31年度当初予算編成概要や重点施策等で説明させていただいたとおりでございます。次に議案第5号から第14号までの10件の
議案は平成31年度各特別会計及び事業会計の当初予算についてでございます。議案第5号平成31年度津幡町国民健康保険特別会計予算について、本予算は前年度当初に比べ 2.9% 増となる33億9019万円を計上するものでございます。保険税は付加方式の変更、税率改正等により低所得者層に配慮するとともに、国民健康保険財政の健全化と安定化を図ることとし、引き続き適正な運営に努めてまいります。次に議案第6号平成31年度津幡町後期高齢者医療特別会計予算について、本予算は近年の給付実績を踏まえ、前年度当初比 3.3% 増となる3億7264万4000円を計上するもので、主なものは後期高齢者医療制度の事業並びに財政運営の安定化を図るための石川県後期高齢者医療広域連合納付金などでございます。次に議案第7号平成31年度津幡町介護保険特別会計予算について、本予算は近年の給付実績などを参考に、前年度当初比 1.0% 増となる24億6912万4000円を計上し、介護予防の推進と要支援・要介護者に対する介護サービス給付等を行うものでございます。次に議案第8号平成31年度津幡町簡易水道事業特別会計予算について、本予算は585万4000円を計上し、上河井地区ほか2地区の簡易水道の管理運営を行うものであります。次に議案第9号平成31年度津幡町バス事業特別会計予算について、本予算は1億1091万8000円を計上し、廃止代替路線や自主運行路線および福祉バス路線の22路線にかかる運行を行うものでございます。公共交通機関としての利便性や安全性を一層高め、町民サービスに努めるものであります。次に議案第10号平成31年度津幡町ケーブルテレビ事業特別会計予算について、本予算は平成17年8月より供用を開始しております津幡町第2期地域ケーブルテレビの運営を4115万9000円をもって行い、情報通信格差の是正と地域情報化を推進するものであります。次に議案第11号平成31年度津幡町河井谷財産区特別会計予算について、本予算は35万8000円をもって河井谷財産区植林地の管理を行うものであります。次に議案第12号平成31年度津幡町国民健康保険直営家屋中央病院事業会計予算について、本予算は1日平均52人の入院患者と173人の外来患者を見込み、収益的支出を13億1537万6000円としております。資本的支出は1億4229万1000円とし、新たに心電呼吸 SPO2 送信機等を購入するなど、引き続き地域医療の中核となる医療施設を目指すものでございます。企業債につきましては、医療機器等購入費について限度額及び借り入れ条件を定めるものでございます。次に議案第13号平成31年度津幡町水道事業会計予算について、本予算は収益的支出で
7億6,189,000円を予定しております。1日平均9,827立方メートルを給水し、町民の生活用水確保に努めるものであります。資本的支出では3億9,930万8,000円を予定し、第8次拡張事業として引き続き中橋市、中須賀地内の排水幹線の拡張を実施するほか、老朽管更新事業として加賀爪、下谷田地内等で整備を進めるものであります。企業債につきましては、第8次拡張事業などについて限度額及び借り入れ条件を定めるものであります。次に議案第14号平成31年度津幡町下水道事業会計予算について、本予算は収益的支出で14億3,369,000円を予定しております。1日平均1万立方メートル余りの生活排水等を処理し、地域の生活環境の改善や保全に努めるものであります。資本的支出では14億6,570万5,000円を予定し、浄化センター、産経、水処理施設、電気機械設備、更新工事等の改良事業を予定するとともに、企業債の償還を行い、下水道事業の普及、推進に努めるものであります。企業債につきましては、公共下水道事業ほか3件について、限度額及び借り入れ条件を定めるものであります。続いて議案第15号から21号までの7件の議案は、平成30年度一般会計及び特別会計並びに事業会計の補正予算についてでございます。議案第15号、平成30年度津幡町一般会計補正予算第8号について、本補正は国の補正予算に対応するもののほか、年度末を控え、定住促進事業や国民健康保険特別会計への繰出金、商工業振興助成費など増額となるものを含め、各種事業の実績見込みにより増減調整を行うもので、歳入歳出それぞれ1億2,085万1,000円を増額し、予算総額を136億6,174万1,000円とするものでございます。第2票繰越免許費補正につきましては、プレミアム付き商品券交付事業費ほか8事業について、それぞれの個別事由による進捗状況等により翌年度へ繰り越すものでございます。第3票債務負担行為補正は、固定資産デジタルデータ整備費ほか6事業について、事業費の確定等により限度額をそれぞれ変更することとし、また中学校給食設備更新費について期間と限度額を定め追加するものであります。第4票地方債補正は、事業費の確定に伴い、新庁舎等建設事業ほか、旧事業において、限度額をそれぞれ変更するものであります。次に、議案第16号から議案第21号までの特別会計、事業会計の補正予算につきましても、年度末を控え、実績見込みを踏まえて増減調整を行うものでございます。議案第16号平成30年度津幡町国民健康保険特別会計補正予算第3号について、本補正は歳入歳出それぞれ162万1000円を減額するものでございます。議案第17号平成30年度津幡町後期高齢者医療特別会計補正予算第2号について、本補正は歳入歳出それぞれ43万円を増額するものでございます。
議案第18号平成30年度津幡町介護保険特別会計補正予算第3号について、本補正は歳入歳出それぞれ1383万円を増額するものでございます。議案第19号平成30年度津幡町簡易水道事業特別会計補正予算第2号について、本補正は歳入歳出それぞれ46万9千円を減額するものでございます。議案第20号平成30年度津幡町バス事業特別会計補正予算第4号について、本補正は歳入歳出それぞれ262万1千円を減額するものでございます。第2票債務負担行為補正は、町営バス購入費につきまして、表のとおり限度額を変更するものでございます。議案第21号平成30年度津幡町国民健康保険直営河北中央病院事業会計補正予算第1号について、本補正の主なものは、収益的支出において、457万円の増額補正を予定し、資本的支出において、837万3千円の減額補正を予定するものでございます。また、医療機器等購入費にかかる企業債の限度額を表のとおり変更するものでございます。次に各条例の改正等についてご説明申し上げます。議案第22号職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、本案は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律に基づき、長時間労働等の改正是正を行うための関係規定の追加を行うものでございます。次に議案第23号津幡町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、本案は第2期地域ケーブルテレビ加入者が第1期地域と同じ条件で視聴ができるよう、視聴に必要なセットトップボックスの入手方法について見直しを行うほか、ケーブルテレビの利用料等について消費税を別途とする金額表示に改めるものでございます。次に議案第24号津幡町火災予防条例の一部を改正する条例について、本案は消防法令に関する重大な違反がある防火対象物について公表を行い、防火安全に対する認識を高め、火災被害の軽減を図るとともに、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を図るよう、所要の改正を行うものでございます。次に議案第25号津幡町森林環境譲与税基金条例について、本案は本年4月から施行されます森林経営管理法に基づき、森林整備を行うための財源に充てる基金を設置する条例を制定するものでございます。次に議案第26号津幡町推薦便所等改造資金融資の斡旋及び助成金交付に関する条例の一部を改正する条例について、本案は小型合併浄化槽設置者の下水道接続を促進するため、助成金の特例期間を延長するものでございます。次に議案第27号津幡町水道法施行条例の一部を改正する条例について、本案は学校教育法の改正により専門職大学が創設されることに伴い、本条例に定める敷設工事監督者等に係る資格要件を定める規定の改正を行うものでございます。次に議案第28号津幡町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、本案は国民健康保険
財政健全化と安定化を図るため、県の示す標準算定方式を基本に、付加方式、税率などの改正を行うものでございます。次に、議案第29号津幡町児童福祉施設条例の一部を改正する条例について、本案は津幡町立保育園の認定こども園への移行に伴い、関係規定の改正を行うものでございます。次に、議案第30号津幡町子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について、本案は子ども医療費の一部支給について、適用年齢を引き上げるための必要な改正を行うものでございます。次に、議案第31号津幡町放課後児童センター条例の一部を改正する条例について、本案は本年4月から城南小学校区に放課後児童センター1施設を追加設置するための必要な改正を行うものでございます。次に、議案第32号津幡町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、本案は学校教育法の改正により、専門職大学が創設されることに伴い、本条例に定める放課後児童支援員に係る資格要件を定める規定の改正を行うものでございます。次に、議案第33号津幡町国民健康保険直営家屋中央病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、本案は家屋中央病院各種使用料につきまして、適正な金額に見直しを行うほか、消費税を別途とする金額表示に改正するものでございます。次に、議案第34号牛首辺地にかかる総合整備計画の変更について、本案は、牛首辺地について新たに牛首地区営農飲雑用水施設の整備事業を追加する変更を行うものでございます。次に、議案第35号、下川井辺地にかかる総合整備計画の変更について、本案は下川井辺地について、新たに河合谷体育館の整備事業を追加する変更を行うものでございます。次に、議案第36号、種辺地にかかる総合整備計画の変更について、本案は種辺地について、新たに町道5号線、河原橋の整備事業を追加し、ちょうど菩提寺1号線と菩提寺地内の耐震性貯水槽の整備事業費を増額する変更を行うものでございます。次に、議案第37号、旭畑辺地にかかる総合整備計画の変更について、本案は旭畑辺地について、新たに町道上藤又大久保線、上藤又橋および除雪機械の整備事業を追加し、町道竹の橋栗原線と南横根の耐震性貯水槽の整備事業費を増額する変更を行うものでございます。次に、議案第38号、町道路線の認定について。本案は、野瀬2、13番3地先を起点とし、野瀬2、12番6地先を終点とする道路を、町道野瀬54号線として、道路法第8条第2項の規定により、町道に認定編入するものでございます。次に、議案第39号、財産の取得について。本案は、老朽化が著しい消防本部の救助工作車2型1台を更新するもので、指名競争入札により、
9,493万2,000円で株式会社ホンダ商会が落札いたしました。現在仮契約を締結中でありますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により、議会の承認をお願いするものであります。次に議案第40号、財産の取得について、津幡町営バス車両でございます。本案は老朽化が著しい津幡町営バス車両1台を更新するもので、指名競争入札により、2,154万6,000円で堺自動車株式会社が落札いたしました。現在、仮契約を締結中でありますが、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により、議会の承認をお願いするものであります。次に、議案第41号、受け負い契約の締結についての議決の一部変更について、本案は平成30年津幡町議会12月会議において、議決されました議案第80号、請負契約の締結について、津幡町立小中学校空調設備整備事業でございます。そのうち契約金額9億5100万円を8億8900万円に改めるものでございます。以上、本3月会議にご提案を申し上げました全議案の概要をご説明申し上げたところでございますが、詳細につきましては、各常任委員会におきまして、関係部課長が詳細に説明いたしますので、原案のとおり、決定を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。これより議案に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。ありませんので、質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第4号から議案第41号までは、お手元に配布してあります議案審査付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。以上で本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。どうもご苦労様でした。